じゃあここから本放送という形でお送りしていきますのでよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますじゃあまずですね、えー、っと、はい、出ている文字超上級のボイトレというのを今日これからお送りしていくんですけれどもはいあのー、まずですねはい音の捉え方っていう話をしていきたいんですよはい で音の捉え方って言っても何もイメージ湧かないと思うんですけれども、はい。例えばもう少しであの譜面がそちらにも表示されると思うんですけれども出たら教えてもらえますか。あはい出てます。あ早いですね。はいそうですね。でこの譜面で例えばふん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 っていうまあメロディなんですけども、はい。 初級者初心者の方ではこういうまあ譜面を見ながら歌うっていう意味じゃなくてメロディー口ずさんぶとか言った時でもいいんですけどはいこう先ほど俺が鼻歌のようにふんふん言ったような感じで歌ってしまうと思うんですね。はいそれだと上級ではないんですよ。はい で上級の人の音の捉え方っていうのはどういうことなのかっていうのを今から説明したいんですけれどもはいあのー、スナイパーはい狙撃する人あはい今写真写ってますはいあ、今出ましたもうこの人のようにはいその標的を確実に一つ一つ狙ってこう 定めて打つっていう感じなんですね。はいはい、先ほど俺が鼻歌で歌ったようなふんふんふんっていう感じの歌い方っていうのは、音符に対してどこにも標準定めてなくて、なんとなく雰囲気で歌ってしまってる。上級の人の音の捉え方っていうのは、はい、一つ一つその歌の音符に対してしっかりこう狙撃手のように精進を定めてから打つ。 はい、さっきの俺の鼻歌みたいにふんふんふんって適当にこう流していくんじゃなくって。一、はい、つ一つを確実にっていう風にしていくのが上級なんですよ。はい、なんとなく言わんとしてることわかるでしょうか？はい。だか,かります 楽譜を見ながら歌うっていうことにこだわってるわけじゃないんですけれども自分が出すべき音に対してしっかりと一つ一つ確実に精進を決めてから出すっていう人とはい適当になんとなくの流れ聞き覚えでこんな感じだよなーってふんふん口ずさむもう全然レベルがそこで違ってくるのはわかるでしょはいそうですね どううでしょうパピオンさんはこれまで歌を歌っている時に、はい、自分の歌の音符一つ一つ歌詞の一つ一つをまるで狙撃手のようにしっかりと照準を定めてから出すっていうふうにしていましたいえしていなかったです。どんな風にしてたんですかねいや本当に鼻歌のようにそ,ななんそこまでしっかりは合わさずに音符を見て大いたいの 大体というふうにしようという意識があるわけではないんですけれどもなんとなく、ま、多くの人もそうだと思うんですけどはいううふうにしてやっちゃいません、はい、そうですねそれだと、はい、自分が結局不安になるんですよああは,はい根拠がないからああはい自分がここだって決めてから出すんだったら仮にそれで失敗したとしても はい、やり続けることで自分の例えば傾向とか癖みたいなのはわかるんですけれどはいそうですねいつ,いつまでも何となーくで出しているとはい大事な本番ってなった時にえどうやればいいんだろうっていう風になっちゃうわけですよね。はい、でその時にとりあえず出たとこ勝負で勢いだよみたいになる人が圧倒的なんですけどはい。 事前のこう自分で練習をしている時に一つ一つ照準を決めてから出すようにっていうことを普段していれば多少本番の時例えばライブで歌うとかオーディションとかもう緊張するそれはいいんですよ当然ですよ当たり前ですから。ただしね普段の練習で100発100中まで練習していた人が本番の時に97点とか80点とかだったとしても。 はい、まるでそういうきちんとやるっていう練習をしてない人がたまたまライブの時に偶然100点を出したとしても、はい、じゃあ同じことが次できる保証があるかっていうふうにはならないじゃないですかならないですねそれだといつまでも怖いんですよはい意味だいぶ分かってきていただいたと思うんですけどはいどうですこれから実際あのパピオンさんもライブがあるわけでしょ はいでその時人前で歌う嫌な緊張ってしたくなくないですかしたくないですですよねはいでそういうのって結局いい結果につながりにくいじゃないですかはいおっしゃる通りですそう,そうならないためにもまず事前の練習でしておくべきことの一つとして音の捉え方はいで例えばそのライフルの照準のように こう自分の出す音符をこうなんていうか対抗の達人ってゲーム知ってますあ多分はい知っていますあのスイスにはないと思うんですけど <laughs> はいどっかで日本で見たことはありますはいありますあれって結局その音符がこう流れてきてそのタイミングよく自分でバチで叩くっていうゲームじゃないですかはいそうですね 結局わーっと音符が流れてくるんだけどもだからって適当にダガダガやってるんじゃ点数取れないでしょはいそうですねその決まった音符の決まったタイミングで叩けばまあこう合格というか得点になるし外れたらダメなわけじゃないですかはいだからあれと同じように考えていただいていいですねはい 自分がが歌うべき音符次次から次へとやってくるその時に適切なタイミングで音を出していくっていうことがそこの狙撃手の例で言ったしっかりと精進を定めてからっていうことなんですけどもはいあの太鼓の達人で言えばそのはいそうですね。だけども歌そのメロディー楽器というか要するに音程があるものだと はい、リズムが速い遅いっていうのもあるし音程が高くても低くてもハズレじゃないですか、はい、だからこの本当にライフルの照準のように左右上下をしっかりこう考えてここだっていうところで出していくその正確さっていうのはすごく重要になってくるじゃないですか。はい本当にそうですね例えばもう少しであの図が表示されると思うんですけども。 はい、正しい音符の位置よりもリズムが速すぎちゃって音程が上であるとか、はい、反対に正しい音符の位置よりも自分の出した声が音程が下がっているリズムも遅すぎっていうのであればししっかりとと音符を捉えたことにはならならいででょそうですねイメージだんだん分かってきてもらえてます はいよくわかかりますったで例えば「ふん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 っていうような簡単なメロディーだとしてもはい適当に聞き覚えの感じの鼻歌で歌う初心者だったらそれでもいいんですけども今日は上級の話ですからはい一つ一つの音符に対して「ここだ!」 高さも左右、えー、とリズムの速い遅いも含めてライフルで狙撃手が狙うように伴奏に合わせて「ここだ!」っていうその場所を定めて自分がしっかり声を出す一つ一つ照準を定めて出していくこれが上級の音の捉え方なんだっていうのをだいぶ分かってきていただいたでしょうかはいい分かりました自のの歌の歌い方で なかなかこういう感覚持ってる人っていうのはいないと思うんですけどパピオンさんはどうですか今は先生から教えていただいたのでピアノで音をなるべくこの射撃のようにするようにしているんですけれども、はい、前はしてなかったですやっぱりこうたらって流れて歌っちゃったりとかしてませんでしたはいその通りですですよね。でねはい、例えばその 今そのライフルの狙撃手のようにって散々言ってますけどはいただからこれ一つすごく重要なことがあってはい正確でさえあれば完璧かってそれはノーなんですよねはいまるでコンピューターの演奏のように正確さでは寸分の狂いもないでそういう歌それが完璧かそんなことなくてそれはもう味気なくって はい、音楽としてつまらなくなってしまうんですよ。はいそうですねだけどそのフィールとかそのノリとか言われるものなんですけども、うんはい、人間らしさ例えばその黒人音楽だったら黒人音楽の独特のノリとかスタイルってそれぞれあるじゃないですか。はい、このスタイル例えばジャズだったらこういう感じロックだったらこういうスタイルってそれぞれあるし。 はいそれはねある意味ズレてるんですよコンピューターの正確さから言えばうんはいでもそのズレが気持ちいいんですよはい正確だから最高ではないしその気持ちいいズレがあるほどノリが出てくるしいいフィールがあるとかそういうふうになるのが音楽じゃないですかはいだからそうですねいい音楽っていうのはズレているんですけれどもはい 気持ちの悪いズレとは違うんですよねはいそこすごく重要でしょ本当にそうですね正確さが最高じゃないズレてていいんだ、はい、ズレていた方がいいんだでも気持ち悪いズレっていうのは単なる下手はいじゃあ上級のいいズレ方っていうのは一体何なんだって言った時に はいものすごい話が複雑になってしまうんですけれどもはいそういったようなことを今日英語曲の歌い方を通してお伝えしていきたいんですよ。はいいよろししくお願いします、はい、単に正確な 性格はいいんですよ不正確よりは正確な方がいいんだけれども正確さがあればそれでいいわけじゃないじゃあ良いズレ、うん、良いフィールっていうのをしっかり自分が分かっていくと歌にとっても深みが出てくるんですね。はいいいどううででしょ知知りりたたくくなすすかご